はい、どうもこんにちは。いやー、やっとですよ。やっと僕がね、楽しみにしてたゲームアプリがやっと配信されたんですよ。まあそれがね、こちらなんですけどもね、まだねやってないですね。でもちゃんとね、このね、動画用に撮っといたんですね。いつだ配信されたの？なんか4月15あたりらしいんですけどね。このゲームはね、なんていうのかな、まあ説明するよりやるか。僕も初見なんでね。でもちゃんと事前登録とかしてますよ。はい。お。来ました、ダウンロード。来ましたね。お、早い。あれ、まだあるな。じゃあこの間にね、ちょっと語ろうか。で、ね、このゲームね、もうリリース前にね、もうちょっと、まあいいよ。しょうがねえな。おはようございます。めっちゃ動いとるやん。まあね、このゲームの特徴はね、声優陣が豪華なんですね。このキャラのね、声優がね、須崎綾なんですね。もしかして新しく来た先生ですか？なんでわかるの？いやいやいや、この学園に男の人はいないので、あら、とても楽しみにしてたんです。あらららら、お待ちしておりました。役もいつきです。この声聞いたことある。よろしくお願いしますね。この声聞いたことある。誰だ。良い信頼関係が必要です。なぜだ。強い絆を築くには、女の子の頭を撫でてあげることです。はあ、大丈夫？ PTA から苦情来るでしょ。あれ、ここは違うのかな。はい、そこまでいいですか。教師と生徒の間で最も大切なのは愛情と信頼です。奪還授業です。行ってきます。でね、これはね、あるでしょう、あの白猫プロジェクト、あれのプニコンを使ってるんですね。うん、白猫プロジェクトの女の子いっぱい出る版みたいな感じかな。でしょ、こうこれでこうやるんでしょ。で、これなんだ。あ、これロックオン。なんでだよ。なんで今できない。コンボのせず見よ。お、自家族。お、これネクサス5。おー、いいですね。いい趣味してるわ。で、今話聞いてなかった。もう一回。今度攻撃するとプニコンが伸びていきます。弾が戻ってくるタイミングでタップするとコンボが発生します。へー、まあネクサスいいかな。これでロックオンして、こういうこと。おお、おお、おい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 、なるほど。お疲れ様でした。はい。そして色を通して正気を払ったら、その土地にこれを埋めてください。え、
いいの勝手に埋めて。怒られない？私有地とか怒られるよ。え？それは真珠が生み出した聖なる力の、それを埋めると結界が発生し大地が浄化されます。それではこの後あなたが本当に星森クラスの担任にふさわしいか、なんで免許持ってんだよ。採用試験受けた、通ったんだからいいじゃん。学校内を見て回っていてください。先生、期待されるの。名前、入るかな。あ、出た、山田ひまで。地獄の、あ、入らん。マジか。地獄。入る。山田久男地獄。嫌な地獄。どう？なんだろうこれ、5？渋谷、若者の街、渋谷。渋谷とか何年行ってないだろう。うん。山田久男地獄先生。ここ声ないんだね。あ、あった。転送だと。お。はい。ほう。ほう。行ってらっしゃい。スキルの設置、これあれかな、押したらまたネクサス5出るか。うん、スキル、あ、出た、ネクサス5だ。いいですね。コンボをつなげていくと、ただちょっとスキルが発動します。映像が安っぽいで。あ、コンボをつなげるとか今の話聞いてなかったわ。だからこう言って、あ、出た。おお、リンクかな、回転切り。あ、俺白猫より好きだわ。これ変えれる？変えれる。出た。近距離パワー型。こっちは？なんだこれ。なんだこれ、上のやつ、上のやつなんだこれ。フリックリロード。ん？これなんかちょっとむずいな。魔法使いみたいな。あ、なんか、クリアしてる。特訓まだやんの？ガチャ引かせてくれよ。ランニング、いや、ちょっと制服で走ったら良くないよ。こうか。それにしても動くな、これ。うん。お、来た。見せましょうか。僕の
引きの強さ。もうね、最近ね、パズル&ドラゴンズのね、ガチャの引きがやばいんだよ。すごいよ。まあ他のゲームの話するのはどうかと思うけど。さて、こういうのはね、無欲で引かないといけない。欲を出すとね、引けないから。僕的にはね、時はくるみが欲しい。それ以外はいらないかな。強かったらいける。今だ。どういう演出だろう。これダメな気がする。あら、星2つだ。うわ、最悪や。僕はほぼリセマラはしない。ほぼっていうかリセマラしないんですよね、ゲームで。多分やってきたの全部してない。でもこれだけはする。だから撮影終わったらする。だから最高が、あれだろう、星4ってことでしょ。で、これ2回できるよね。ってやろう。これあれだな。うわ。おお。レア。上坂すみれですね。はい、ではしょっぱいな、絞ってんな。とりあえずミラーリングとゲームでちょっとだいぶ僕のネクサス5ちゃんが熱いので、ゲームはここら辺で終わろうかな。はい、今日はね、最近配信されたね、このバトルガールハイスクールをやってみましたけどもね、これはね、面白いと思うよ。僕ね、白猫はね、ダメだったんだよね、やったけど。なんかね、あの世界観的なのとか、無理だったけど、これならね、いける。知ってる声優いるし、結構。あとね、こうタイミングよく押すのがいい、この攻撃の時。僕ね、まあ、アニメ結構好きなんだよね。声優もね、そこそこ知ってる。でもね、そんな好きって人よりかはね、知らないよ。でもね、普通の人よりかはね、ちょい知ってるくらいね。中途半端。で、キャラクターが今んとこ15人いるんですね。で、これリリース前に選挙をやって、で、その結果、常盤くるみっていうキャラが1位になったんですね。そうすると1位になったんで、このね、アイコンアプリの、それがそのキャラになるというね。んで、総投票数が、1、10、100、1000万、35万3695票。でね、1位がね、そのうちのね、9万422票。圧倒的。2位がね、4万3138。ね、4万7000ぐらい。もうね、最初の方はね、2位だったんだよね、これ。僕も入れてたもん、少し。僕もね、1位のに入れたから。いや、この人の声がさ、早見沙織さんなんで、僕ね、早見沙織さんの声好きなんだよね。2015年春のアニメも結構ね、やってますからね。だから、なんだろうね、声聞いたことないって人向けに説明すると、あの花の鶴子とかね、俺の妹がこんなに可愛いわけがないの、妹の友達の綾瀬役とかね、特にね、僕ね、あれなんですよね、「タリタリ」っていうね、アニメがあるんですよ。
これが好きでね、まあ、見たの今年入ってからかな、去年かな見たんですけど、1週間で2周しましたからね。それのね、沖田沙和っていうキャラがね、いいんですよ。うん、本当にタリタリはね、面白い、見た方がいいですよ。あと何出てる？こう見るとめっちゃ知ってんのあるな。まあ今ウィキペディア見ながらねやってるんですけど、びっくりですね。僕ね、結構ベテランの人かと思ったんですよね、この人。うん、そしたらまだ23歳なんですね。1991年生まれ。いやー、びっくりだ。で、これ何の動画だっけ？そうか、ゲームか。どうしよう、これどうやってまとめよう。まだリリースされたばかりなんでね、ガチ勢になるなら今ですよ。うん、今ガンガンやればね、ガチ勢になれますから。久しぶりにね、僕はね、面白いゲームに出会えた気がしますね、スマホの。最近ね、あんまりなんだよね新しいの出て落とすけど、あー面白いけど、これは毎日やらなくていいかなっていうのがたまにあって、他はみたいな、結局パズドラかなみたいなね、うん、感じだったんですけど、これは久しぶりにちょっとおじさん頑張っちゃおうかなみたいなね感じですかね。では、リセマラするんで、この辺でさようなら。やりました。やっとだ、やっとなりましたよ。発表された時にはね、なんていうの、あの、何なの、ファクトリーイメージっていう。